こんにちは。ゴルファーズメディアラボパターフィッターの堤です。いつもご視聴ありがとうございます。今日お話しするのはネオマレット型パターについてです。ヘッドが大きくて交換性モーメントで、ヘッドがブレないというふうにおっしゃる方多いですよね。結構使っている方も多くなってきています。ただ今ネオマレット型で良い結果が出てない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、今日なぜこの動画を配信したかと言いますと、パターフィッティングでいらっしゃるお客様の中で結構ネオマレット型今使ってるんですけどどうしても良くなくてっていう方多いんですね。で、大体共通していることがあるんです。もし今ネオマレット型で良い効果が出てない方はこちらの動画をご参考にしていただけたらと思います。では早速今日のメニューはこちらです。安定感があるはずのネオマレット型なのに良い結果が出せていない理由とはというところで4つのメニューでお話ししていきます。世界ランキングトップ10の選手のネオマレット型使用率検証、ネオマレット型パターあるある、こんなミス出てませんか、ネオマレットメリットデメリット、今ネオマレット型でミスが多いならヘッド選びを考え直してみる、以上こちらの内容でお話ししていきます。ではまず最初にゴルフの世界ランキングトップ10でどんなパターの形状を使っているか調べてみました。2018年、ネオマレット型が4、ブレード型が5ということで、まだブレード型多いですよね。ただ2020年、逆転しています。ブレード型よりもネオマレット型が多くなっています。そして今年の2022年9月ランキングですと、ブレード型よりネオマレット型を使うプロが増えてきたということなんです。で、2008年をちょっと調べてみたんですね。その時は一体どうなっていたか、ブレード型の方が断然多い、そこにネオマレット型やマレット型も存在しているくらいだったんですね。でもそこからネオマレット型プロの使用率もかなり増えてきています。アマチュアの皆さんもやはりプロの皆さんが使っていれば使用したくなりますよね。ただネオマレット型パターであるこのミスあるあるを見ていきたいんですが、まっすぐ行ってる方は OK なんですけど、左に行くような方、右に行くような方、鞘ばらついてどちらも出てしまうという方もいらっしゃると思います。左に行く方っていうのは左に引っ張っちゃったとか引っ掛けちゃったなんて言葉言ったりしてませんか。そこに右に行く方、もともと右を向いて始めてる方意外と多いんですよね。周りの人から右向いてるよって言われる方も多いんじゃないでしょうか。そしてヘッドが大きい分うまく動かせないのでカット打ちしたりそのまま押し出してしまう人も多いかもしれません。で、その原因多いのがこちら、慣性モーメントが高すぎるためにヘッドが重いとか大きいので動かしにくかったり、等間隔が合っていない、長さが合っていない、サイトライン、見た目が合っていない、このような原因でネオマレット型うまく動かせない方多いんですよね。ではメリットデメリットを見ていきましょう。メリットを見ますとやはり安定感ですよね。交換性モーメントヘッド、ヘッドが大きい分ミスヒットしてもブレない、サイトラインがやはりヘッドが大きい分すごく見やすいですよね。ヘッド全体で押していける、ヘッドの重さで振り子がしやすいということもあります。確かにこの作用を使えるとすごくネオマレット型使ってていいなと思うんですよね。ただこの効果が得られない方もいらっしゃるんです。こちらはデメリットです。ヘッドが大きくてそして重さで動かしにくい、先ほど言ったアドレスで右を向いてしまう、ヘッドが大きいためにタッチが出しにくい、操作しづらい、ロングパットの距離感が合わない、ヘッドが大きくてテイクバックができない、タイミングがずれてしまう、それによって強弱が起きてしまうので
ショートしたりオーバーしたりも起きてしまうんですよね。ネオマレット型本当に使ってて大丈夫って思う人もいると思うんですよね。そこでネオマレット型で今結果が出てない方のヘッドの選び方についてお話ししていきます。今こちら上下で並んでいるネオマレット型、上はベンドネック、下がスラントネックで、ベンドネックの場合はフェイスバランスが多いので開閉がしづらいです。スラントネックの場合は開閉があるパターンになるということなんです。今もしネックがベンドネックだったら一度スラントネック、スラントネックだった方はベンドネックを使ってみて、ネオマレット型の中で逆に使ってみて方向性確認していただきたいんです。もしコースにいた時5度半の方いらっしゃったりしたら、もし逆のネックだったら使わせてもらってもいいかもしれません。ショップで打ってみるのもいいかもしれません。割と長い距離で方向性よく出てるか試してみてください。ただ一度このネオマレット型であまり良い影響が出てない方いらっしゃるとすれば、このネックを変えたとしても同じ状態で動かそうとしてしまうというところがあるんです。この等半角の作用が生かされないままイメージの方が強くなってしまう方も多いんですよね。となるとここはこちらのヘッド形状を変えてみると良い結果になる方多いんです。こちらマレット型とスクエア型が並んでいます。上がフェースバランス、下が等半角のあるパターンになります。等半角が少ないと思っている方は上にありますベンドネックのネオマレット型、スクエア型で試してください。そして開閉があるんだと思う方は下のスラントネックやクランクネックのマレット型、スクエア型を使ってみてください。等半角わかんないという方、ほとんどだと思うんですが、以前お流しした動画でこのトラスパターンの動画があります。この中でヘッド同じ形なんですがネック形状が3種類あるパターンが発売されています。これによって大体のその等半角が確認できますので、よかったらこの動画を見てどのぐらいの開閉が自分には必要なのかなっていうのを見ていただきたいと思います。で、話を戻しますと、ネオマレット型で今方向性や距離感に影響が出てしまっている方はヘッド形状を変えることによって、今までネオマレット型で一生懸命動かそうとしていた方が少し小ぶりにすることでストロークがしやすくなる。パターフィッティングにいらっしゃった方でネオマレット型を使っている方、皆さんヘッドを一生懸命動かしていましたとか、テイクバックでブレているのがすごく気になっていましたっていう方も多いんですよね。ヘッドが大きいから良い効果が得られるというわけではないのですが、皆さんそう思い込んで大きくしたりで、さらにうまく動かせないからそこに鉛を張って余計に動かせなくなっている方も多いんですよね。大きいから重いからといって良い結果が出るというわけでもないということなんです。こちらのお二人のプロが今までどんなパターンを使ってきたかと言いますと、2015年から見ていきます。ブレード型もともと使っていたんですが、今はネオマレット型になっています。プロの方も、ずっと同じパターンを使う人もいらっしゃいますけど、このようにヘッドを変えてきたりっていうこともあります。1年のうち何度も変えるプロもいらっしゃいますよね。ただここでポイントなのが、等半角がだいたい30度から40度ぐらいの等半角の中でヘッド形状を選ばれているということです。もちろん全く違う状態で選ばれているプロもいらっしゃるんですが、そこは身体能力でカバーしているということになると思います。ということから、アマチュアの皆さんも等半角は分かっておいた方がいいかなと思います。ストローク今変えているので等半角変わるんじゃないのと思う方多いと思うんですが、パターの動き自体はすごく小さいので、ほぼ等半角っていうのはもともと持ったものそんなに変わらないと思ってください。もちろんかなり上級になってくると、その等半角よりもネック形状、そしてヘッド形状でコントロールしていきたいという方もいらっしゃると思います。ただあまり練習をしないアマチュアゴルファーでしたら、やはり等半角があったものを使っていて、そこからレベルアップしていろんなパターンを使うっていうのもいいと思います。まずは等半角を知るとなると難しいので、
まあ、お近くのパターフィッティングあるところに行って、どのようなパターが合っているのかっていうのを知るだけでも大きいかもしれません。というように、今回はネオマレット型、ヘッドが大きくて安定感があると思いがちなんですが、それによってうまく動かせないという方も多いということなんですよね。それはその方それぞれの感覚の違いというのが実はあるんですね。ご自分の気づかないところでそのような感覚があるというのもパターフィッティングに来てお分かりになるところでもあります。パターにお悩みでいろいろたくさん使っている方もいると思うんですが、まずはご自分がどういう動きをするのか、ネオマレット型であまり良い影響が出ないと思う方は、一旦ヘッドの形状を変えてみるとイメージが変わると思います。一度試してみてください。ということで、今日はネオマレット型についてお話ししていきました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ゴルファーズメディアラボであなたのゴルフが変わります。店長の佐野さんです。はい、ここゴルファーズメディアラボでは7つのポイントでスイング解析を行うクラブフィッティングをはじめ、チューンアップやカスタムクラブまで専属のフィッターが一貫して行います。下シャフトは常時500本用意されてるんですよね。すべてのゴルファーに楽しんでいただけるゴルフスタジオですので、ぜひ一度お立ち寄りください。